さあみなさんこんにちはスノーボーダーの青木玲ですスイートースの馬カですさあいよいよですね、ハ、は、イ、い、シーズン近づいて、うん、きましたね。はい。なんとですね、私が行います、週末のレッスンキャンプっていうのも、うん、えー、明日からエントリーできるように、今ちょっとこう、詳細まとめて、今日ちょっとまとまりそうなので、明日からエントリーできるように、ちょっと準備整えますので、URL、うん、あの、概要欄に貼っておきますので、うん、明日にでもぜひぜひチェックしてみてくださいと。 というレッスンキャンプのお知らせから本日始まりましたけれども。はい。はい、はい。今日この YouTube スノーボード大学でお届けしたい内容は、久しぶりに若君とスノーボードの話です。スノーボードの話。スノーボードの話。技術的な話。はい。スノーボードする上で、下半身と上半身、どっちが大切ですかっていうお話から。ああ、はい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 。なるほどなるほど。はい。 下半身と上半身、どっちが大切ですかっていうふうに、うちに来てくれるお客さんにもし聞いたら、どっちが大切っていうふうにみんな言いそうですかこれは想像でいいですよ。ほぼ下半身。ほぼ下半,身下半身かなと思います。はい、ほぼ下半身かなと思います。うん、で、これは僕も30年ぐらいスノーボーでやってきて、25年ぐらいインストラクター活動をしながら、僕も賛成です。ほとんどの人が足首、膝、股関節っていう関節を えー、しっかり気にするっていうことと、うんうん、それをうまく曲げたり伸ばしたりすることによって、腰の位置と、うん、あとは膝の位置をどこに持っていくかっていうふうに、腰から下の下半身をめちゃめちゃ重視して考えてるっていう方が圧倒的に多いな、というふうに思います。で、これは僕もやってきたし、多分若くもやってきたんですよ。やってきたと思うんですよ。やっ,やってきましたね。はい。じゃあ、 今、自分の滑りの中で、下半身と上半身のこう大事にしてる割合が、圧倒的に下半身っていうイメージで滑ってますか滑ってないですね。滑ってないんですよね、ねそれがね。滑っ,ね滑ってないんですよね。そう,うん、そう。大事だよっていうふうに結構長く言われてきながら、大事なのは分かってるよっていうふうに思いながら、うんで、お客さんとお話すると結構下半身の話がたくさん出るっていうのが分かっていながらも、うんうん、でも自分の滑りってなったら、うん 上半身めっちゃ気にしてるなっていう感じがするんですよ、僕。うんう,んう,んうん、ううん、ううん、ね。そうですよ、ね、そうです。はい。滑りも。そう。見てて思います、やっぱり。僕の滑り結構上半身気にして僕滑ってるのと、うん、僕が和歌の滑り見た時にも、あ、この人上半身なんだったら、手の使い方結構気にしてそうだなっていうふうに見えるんですよ。和歌、うん、の滑り。はいはいはい。そうですね。結構手は、どっち行こうかなもそうですし、うん、肩のこの上下の振りっていうんですかね。うんうん、まあ、折りするときなんかも含めて、うん 結構この辺は懐っていうんですかね。大事にして滑ってる気がします。ですよね。はい。あんま下半身そう言われると、意識してないのか自然にやってるのか、みたいなぐらい。<ー>結構上半身メインですね。うん、はい。っていう感じで、うん、今の我がくんみたいに上半身メインっていう風に考えていくと、 もしかすると、今までこう積み重ねたスノーボード、なんだったらカービングのテクニックに、上半身を積極的にしっかり使おうっていうのが、もしあんまり入ってないようだったら、これ付け足してあげたら、めちゃくちゃ、この後の上達って広がっていくと思うんですよね。 飛躍的に上達したんじゃないかなって。飛躍的に、はい、まさに。腰から下の下半身大切って思ってきたのって、うん、でもこれって体の半分しか使ってないっていう感じで。で、実際上手くなってる若君だったりとか、僕もそこそこスノーボード滑れますけれども、下半身と上半身どっち大切にしてますかって言われたら、僕上半身って答えるんですよ、もう最近は。今の若君もそうだったじゃないですか、ねうん。そうですね。はい。そうですね。なんで、 ある程度までは下半身を意識しながら下半身でボードを操作するっていうことで上達できるだろうなと思います。うん、なんですけども、これってそもそも運動だしスポーツだから、下半身だけ何かするっていう考え方自体があんまりこう、えー、ナンセンスって言ったらいいかな。 なんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。うん、まあサッカーとかにする人も上半身、ね、そう、使えますもんね。使えますもんね。そう。ね、サッカーで上半身使わないで蹴るんだよっておかしいじゃないですかね。いろいろこういうのしたりするじゃないですかね、うん、っていう、こういう全身の動きとかっていうものをきちんとスノーボードでも落とし込んであげられたら、これ上達しやすくなるんじゃないかなって思うんですよ。思いますね、僕は思います。はい、なんで、うん、ぜひとも上半 下半身の使い方っていうものを多くの皆さんに知っていただきたいし、それをうまく使うことによって、下半身はもちろんボード操作っていうものがよりやりやすくなっていったら非常にいいなっていうふうに思いながら、ここを 何年かは結構この上半身の使い方っていうものを大切ですよっていう感じで僕もこう発信しながらレッスンとか座学っていうのをやってきたんですね。やってきたんですけれども、うん、最近ようやくこの上半身の使い方っていうものがこう使えばいいんだっていうところまで、なんとなく自分の中では結構確立していって、で、これがヒールサイドターン、ヒールサイドからトーサイドの切り替え、 で、トーサイドターン、トーサイドからヒールへの切り替えっていうふうに大きくこう4つのブロックで、こうカービングターンで繋げていけるかなと思うんだけども、この4つのブロックそれぞれの中で体、上半身をこう使っていくと、下半身とこういうふうに連動するから、 板の軌道がねとか、カービングの深さがねっていうものが結構つなげるや、つなげられるようになってきたんですよね。なんでぜひ今シーズンのレッスン、キャンプ等々では、この上半身の使い方っていうものをしっかりと皆さんにお伝えすることで、 今まで体の半分を結構重視して滑ってた方が、全身を意識することによって、もうなんだったら倍ぐらいうまくなるよっていうシーズンを皆さんにお届けしたいなと思ってるんです。ですね、ですね。知らなかった人は知れちゃうわけですか、ね、そういうことです。いいで,すね、で、どっちかっていうと、上半身なんて、 あんまり使うものっていう感じが、あんまりない感じがするじゃないですか。そうですね。手股だったりと、固定するとか。そうそう。背筋伸ばすぐらいで終わっちゃいますよね。固めておきましょうとかね。どっちかっていうと動かさない方がいいみたいな感じになりがちですけども、これ運動だしスポーツだから絶対動かした方がいいと思うんですよ。上半身動かさないで下半身使って低くなってください。ってなるとこういう感じですよね。そうですね。こういう感じですよね。やっぱりももにめちゃくちゃ負担が来て、関節もちょっと。 しむというか、しむ感じがする。で、これって下半身で曲がった分しか目線降りてないので、なんだったら15センチぐらいしか降りてない。でも、下半身だけじゃなくて、普段の低い姿勢取ってみてって言われたら、こういう姿勢なんですよね、ね僕らね。って、ねね、ことは、これ圧倒的に下半身だけじゃなくて、上半身も使うことによって、うん、より低いコンパクトなポジションになっていける。うんうん、この姿勢知ってる人が、オーリーで板引きつけるのと、 この姿勢しか知らない人が檻ーーで板引きつけるのって全然違う感じにもなるじゃないですかね。そうですね、そうですね。ジャンプにしてもスピン高さって絶対変わりますからね。うん、ね。はい。変わります、変わります。ジャンプでももちろんそうですし、カービングする人がこの姿勢から入るヒールサイドは、やっぱり上半身起きてるのでなかなか手が届かない。うん、要はインサイドにこう傾いていく重心移動の量がかなり少ないままになってしまう。 ちょっと怖いですね。ちょっと怖いじゃないですか。もねで,すね、でもこれしっかりと、うん、かがんだ姿勢から入るってなると、結構体ごと入れていきやすくなる。うん、いっていうふうに。うん ただただ低い姿勢の作り方を下半身だけでやるか全身でやるかっていうこの違いを知るだけでもジャンプのオーリーもターン中の体の重心移動もめちゃめちゃやりやすくなっていくのでこういった上半身の使い方っていうものを11月から毎週僕日曜日座学やりますけどもその中でもうまく組み込んでいきながら12月からはいよいよ雪上でプライベートレッスンとかキャンプとかやっていきますけどもそういったところでもうこの上半身のうまくどういうふうに使っていくと 効率よくカービングできるか。うん、こういったところを、こう、多くの方々にアナウンスしていければなと思っている次第です。ああ、なるほど、なるほど。じゃあやっぱ11月の座学で、こう、図解というか、うんはい、う使って説明して、あと真ん中を精査してもらった上で、はい、まあ、雪上に入っていくと、さらにこう実地ができるというそういう感じです。いいですもう、ぜひともそういうふうに使っていただけたら嬉しいなと思っている次第です。うんうん こういった感じでカービング、スノーボードの中でもカービングっていうものをこういうふうに体を動かすと体にストレスとか痛みとかなくスムーズに上達していけるんじゃないかなっていう大きな枠組みの一つとして上半身の使い方っていうものを今年は目いっぱいレクチャーしていきたいなと思っている次第です。うん、で、12月から行っていきます。プライベートレッスンの方は先週から受付スタートしましてもう半分以上埋まってるのでぜひ気になってる方は半分以上もう枠がありませんのでよかったらそちらの方もチェックしてみてください。 そして、えっと、12月、週末に、はい、あの、丸沼高原スキー場で、週末、キャンプっていうのをやっていきます。うんうん、このキャンプっていうものを、今年スノーボードアカデミーっていうふうにちょっと名前を大きく変えまして、はいはいはいキャンプっていうと、レッスンを雪上でして終わりっていうようなイメージで、僕も今までやってましたけれども、レッスンして、その後、ご自分で滑るっていう時に、このレッスンのことをうまく思い出してもらって、あ、そういえばこうだったっていうふうに復習がしやすいと、 いいんじゃないかなって思ってます、ねうんうんうん。そうですね。すねはいね。確かに。なんでその復習だったりとか、自分で練習一人でするときに役に立つよとか、友達と行ったときにこういうとこちょっと見てよっていうのが、やりやすくできるように。はい。 今回僕、チートシートっていうものをちょっと作って皆さんにお渡ししたいなと思ってます。はい、おー、チートできってことですかチー,そうチート、ーチートってまぁ、あ、ズル、まあ、するとかそういうイメージかなと思うんですけど、<laughs> いいね、まあそういう感じです。キャンプ参加してもらって、今回のキャンプではこういうことやりましたよって僕、座学でもいつもテキスト作って座学やってるんですけども、そういった形でテキストを作って、まあスマホでこう、エアドロップだったりとか、LINE とかでお渡しする参加者。 で、それ見てもらうと、今日やったレッスンの細かい図解があったりとか、その内容の目的があったりとかっていうようなチートシートっていうものを、レッスン、キャンプ終わったら毎回お渡ししたいなと思っている次第です。だいぶじゃちゃんと復習できてますね。そう、ちゃんと復習してほしいんですもん。忘れちゃわないとこです、ね。そうそう、忘れちゃわないようにスマホに。 いつもあるよ、このデータが。で、毎回僕ちょっとこうテーマを決めてキャンプっていうのをやっていきますので、毎回このチートシートも内容を変えて、うんうん、そのキャンプに合わせたチートシートをお渡しするというような形で復習できるよと。で、レッスン中は僕がこう先に滑りますとかっていうことを結構やったりするので、うんうん、僕の滑ってる動画をぜひ皆さん勝手に撮ってください。で、青きれの滑りが皆さんのスマホの中にあれば、それも 復習したりとか、自分で練習するときのイメトレっていう風に非常になりやすいんじゃないかなと思うので、ただ雪上でレッスンしておしまいってわけじゃなくて、レッスンして、今日レッスンしたことはこういうことですから、 これを見て復習してくださいねっていうチートシートとそれを復習するときにイメージトレがしやすいようにレッスン中の僕の滑りは勝手に動画で撮ってもらって大丈夫ですよっていうこの2つをあのうまくパッケージングしました、うん、スノーボードアカデミーっていう名前で本当にこう皆さんが上達するっていうところに なるべくこう寄り添っていければなと思ってますので、シーズンえー12月から始まるえレッスンキャンプ青木でのスノーボードアカデミーっていう形で展開していきますので、そちらの方もチェックしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明日から、あの、そちらの方エントリーできるように、URL 一応貼っておきますけれども、そちらもチェックいただけたら嬉しいです。なんで今回は今、はい。 動画の、この動画の内容としては、上半身もしっかりと使って飛躍的なスノーボードの上達、飛躍的なカービングの上達を目指していきましょうよ、というお話で。で、実際のその使い方だったりとかは、僕がやってる座学とか、雪上のレッスンに来てもらうと、もう十二分にレクチャーさせていただきますので、ぜひぜひ今シーズンも青きれいをよろしくお願いいたします、という動画となりました。よろしいですかはい、そんな感じで。 でも、座学と雪上で。はい。もう12月からレベルが上がるってことは、シーズンはさらにレベル上がってた、ね。そういう感じです。もうシーズン初めから僕のレッスン、ね、スンキャンプ来ていただいて、あ、今シーズンは俺こういうこと気にしながら滑ってればいいんだっていうのを12月中に、うん、ある意味こう宿題みたいな形で、レッスン、雪上のアドバイスだったりとか、ね、あとはチートシートだったり、僕の動画も含めて、皆さんのスマホにお届けできるんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひご活用いただいて、飛躍的な上達のシーズンを迎えてください。 それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。ジュンタンスの和歌でした。